里辰野から参りました播州わらべ。辰野には大山と言いまして、町のすぐ近くに赤とんぼ荘という、ね、まさに辰野にふさわしい国民宿舎がありますが、そこに400メーターぐらいの山があるんです。それを大山と言いますけれども、その大山から見下ろしますと、眼下に清流伊保川、北の方奥の方を見ますと中国山脈の緑なす山々、南を見ると黄金色に輝く瀬戸の海。この3つのキーワードをベースにわらべ作らせていただきました播州平野、踊らせていただきます。はい、はい。
今日は本当によさこいらしい夏の天気で、まあ、ミサイルも飛んできませんし、まあ、コロナが潜んでいるかもしれません。でも熱中症には負けながら、でもしつこくよさこいを楽しみたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。辰野よさこい晩秋わらべの皆さん、披露していただきました。ありがとう。